久保さん。まあ、ちょっとね、感覚が違うんでしょうね。僕は一般の人と。まあ、逆に一般の人と感覚が違うからこそ、まあ、商品が売れるんだと思います。一般と同じこと言ってたらね、あの多分、同じやんってなるんで。<laughs> まあもちろん同じだから共感、確かにそうだよねと、とそう思うんだよ。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 そう,思う,んだよ <laughs> うんうんうん。あんま学びがないですよね。 商品売りづらいですよね。一つ違うことを言うからこそ、あ、そういう視点もあるなっていう話ですよね。だから今回、堀江さんもね、あの、うん、なんかオリンピックについて思うことみたいに言ってましたけど、人と違う視点でやっぱ話してるわけですよ。うん。で、あれが国と同じ視点で、うん、その、なんかテレビと同じことをね、堀江さんが言ってたら、あんまつまんないと思うんですよね。同じやんみたいになるので。<laughs> だからそのビジネスをする人っていうのは少なくても、あ、確かにそういう考えは、だから、久保さんのね、速可塾が売れるのも、もうこれに尽きるんですよ。あ、そういう考えあるよねと。あ、そういう考え知らなかったとかね。そういう学びが何かしらあるから売れるわけじゃないですか。うん。 その通りです、その通りです、その通りです、その通りです。この人なんか当たり前のことしか言わないなそ。その通りです、その通りです、その通りです。そこに学びが一個もない。逆に言うと、その通りに言うことによって学びがあることもありますよ。だけど、全部がそれだったら、だからその、打たれちゃうというかね、なんか、かきついっすね。<laughs> ねうん。だから、まあ、お金を稼いでいきたいんであるならば、 やっぱりまあこういうそのオリンピックっていうところを自分の見解というか人とは違う見解をができるかできないかっていうのが結構大事な部分だとは思いますけどね。うん。まあもちろんその人と違う意見を言うことによってまあ打たれるかもしれないですけどもね。あの出る釘は打たれるみたいな。まあそれはそれでいいんじゃないですかね。まあ打たれる人生なのか打たれない人生なのかそれはあなたが選べばいいと思うんで。 僕は,うれう僕は打たれようが打たれまいがどっちでもいいんですけど金稼がないといけないのでまああなたがねあの僕に給料100万円ぐらい毎月くれるんだったら何も言わないですよ <laughs> もう何を言うだって言う必要ないしですから <laughs> そう給料あざあすみたいなね吉谷さんが動画をアップロードしないっていうことがお給料ですいいんですかそれでみたいな別に <laughs> 僕限定公開でもいいんで 熟成さんのサポート限定公開にすればいいだけですから <laughs>。ね、ワンツー動画も限定公開にすればいいだろうし。うん。一般に公開する必要は何もないですよ。ね。まあ、サポートの義務はあるので、まあ商品買ってくれた人のサポートはありますから。まあ、そのドリームアカデミアとかもね、買わないと全部限定動画ですから。一般公開してないですから。ドリームアカデミアの講義とかも。うん。だから基本的に有料商品は限定動画なんで <laughs>。うん。 だ一般で公開する理由はあれですよね。ま単純に集客していかないといけないですから。まあ、久保さんも一般公開する理由は集客ですよ。うん。まあ、あ、それがあると思いますけどね。もちろん暇つぶしっていうのもあると思いますけども。うん。だからその、ね、今は久保さん金利で回してるけども、まあ、億万乗車合宿のやり取りでも言ってましたけど、やっぱその情報発信のところの、なんかリスクヘッジですよね。 だからもしこれがダメでも、情報発信してることによって、ファンがずっといてね、集客もできて、何かあったらまた商品売れるっていう、この、このリスケッチしてるっていう部分は絶対あるので、うん。なまあ集客するために、僕は、なんで動画やってるんですか集客するためですね。久保さんも多分そうだと思いますし。まあ、あとは見てくれてるファンのためとかね、まあそういうのもあるだろうし。うん。そう。 んな感じですかね。まあ、金儲けはしないといけないと思いますよ。自分でビジネスやるんだったら。ただ、給料をもらうという生活をしてるんだったら別に金儲けしなくてもいいと思います。うん、金儲けは悪いことだっていいと思いますよ。だって金儲けしなくても給料もらえるわけじゃないですか。だから金儲けは悪。OK。うん、金儲けしなくていいよと。うん、うん、給料もらえるんだったら。 ただ、事実を言うんであるならば、あなたの会社の売り上げ、その売り上げを上げるっていうことを金儲けという言葉に当てはめるのか、売り上げを上げたということに当てはめるかだけの違いなんですけど、だからこれ言葉、なんか、日本語ってね、僕はもうややこしいんですよ。売り上げを上げることは悪なのか、金儲けって、金儲けも売り上げもなんか大した変わんないじゃないですか。 なんか変わるんですかそれは人それぞれの金儲けという単語に対しての持ってる意味合い、売り上げを上げるということに対しての、なんか持ってる意味合いの違いであって、受け取り手の違いですよね。僕は金儲けも売り上げもやってることは変わらないので、大した。売り上げを上げる。売り上げを上げるということは金を儲けることですよね。違います ま、違うっていう人がいるんだったらそれはいいんですけど、売り上げを上げるということは金を儲けることじゃないんですかっていう。でこれをどう表現するかによって、金儲けっていうと、なんか、なんなら受け取り手としては、なんだろうな。なんか、いやらしい部側面が、なんかすり込まれてるというよりか、んじゃないかなと思いますね。日本語ってなんかね、曖昧で難しいんですよね。そこが逆に言うと、 面白い部分でもありますけどね。うん。まあ、日本語って難しいよね。にしときましょうか。いってらっしゃい。